はい、みなさん、こんにちは。玉木一郎です。いつも玉木チャンネルご覧いただき、ありがとうございます。今日はですね、えー、トリガー条項の凍結解除についての最新情報をお伝えしたいと思います。玉木チャンネル。もともとですね、私と岸田総理と、えー、公明党の山口代表。三人で三党の党首会談が行われ、そしてそれを受けて、次の週に三党の幹事長会談が行われて、そして、細かい話はですね。 それぞれの税制調査会税を担当しているそれぞれの実務者に委ねて協議を具体的に進めようということで,です、ね、決まっていたわけですけれどもその第1回会合が本日午後1時から行われました自民党は前官房長官の加藤勝信さんそして公明党はです、ね、税制調査会の事務局長をされている伊藤航さんそして我が国民民主党は 税制調査会長そして政調会長も兼ねておりますけれども大塚浩平さんということで3人で今日一1時から協議をしたわけですけれどもその場にはですね財務省経産省で役所の方にも来てもらって現在の制度を説明してもらって逆に我々としてこういうことをやってくれということを説明をいたしました、まあ、国民民主党として、まあ、言い出しっぺなので自民党や公明党の皆さんそして役所の皆さんにも こここういうういいいとととでやりたいんだということをです、ね、ご説明をしましたけれどもその結果今日ですね、まあ、4つのことにあ5つのことについてです、ねえー、おまかにです、ね、話し合われて、まあ、あるものについては、えー、共通認識ができたということですまず1つはですね対象とする油の種類ですねこれ4つの油の種類を対象にその高騰対策をやっていこうと一つはガソリンですね軽油そして重油と灯油 この4つをです、ね、対象にしようということについては今日の3者会合で合意をしましたそして2つ目にです、ね、ただ一方でこの例えばガソリンでいうとです、ね、価格のターゲットゾーンについては少し認識の差があるよということを確認しましたで今のトリガー条項というのは160円リッター160円3ヶ月続いたら25円10銭下げようと。 で逆に130円を下回るのが3か月続いたら元に戻して25円10銭の課税をもう1回復活させようと、まあ、こういう制度になってますが今すでにまあ国としては、ね、172円リッター172円になるぐらいにです、ね、抑,え抑えるために補助制度をです、ね、石油元り各社にやってますので、えー、まあこの価格帯についてのです、ね、認識があの少し差があると。 つまり、まあ、あの我々としてはもうすぐにでも25円10銭下げようということなんですけども、まあ、政府としてあるいは与党としてはですね、えーまあ、なだらかに今の制度となだらかにつな,がつなげたいので、まあ、170円ぐらいまでは今の制度で抑えておいてさらにそこから上がったらですねそこでトリガーだっていうぐらいのイメージが多分あると思うのでちょっとその。 発動する時の価格帯についてのですね価格発動基準あるいは解除基準についての認識の差が少なくとも今日はまだありますねということが2つ目です。で3番目はですねこの価格の変化をなだらかにする必要があるねとつまりまあ,あのドーンと下がってしまうとその、まあ、いきなりです、ね、下がると現場も混乱するということなので。 そのまあ25円10銭いきなり下げるかどうやってまあそれをなだらかに下げていくのか、まあ、ここはちょっと工夫がいるよねということについてもある程度まあ認識が一致したということですねで4番目はですねこれはあの単にまああのガソリン価格を下げましょうというだけじゃなくてあの日本のこの産業競争,力競争力全体にも関わる問題なんですよねということもやっぱり合わせて認識を共有しましょうということになりました。で最後ですね ただまあ我々としては今月中にはですねやっぱりこう方向性どういう形で制度設計するのかという方向性を出すことを希望するということを我々国民主党としては申し上げたしそういう我々としてえ一定の期限についての希望があるということをですねえ自民党公明党の皆さんにも認識していただいたとまあ今日役所も入ってくれてますから。 あの具体的などうするのかということをですねあのぜひ早くですね、えー、この制度設計をして実現につなげていきたいと思いますのでまずはあの今日第1回のですねこのトリガー条項凍結解除に向けた実務者の初会合ということでその内容を説明させていただきました、まあ、これからもですねこれ大事なポイントなのであの何か新しい情報があるツをですね 玉木チャンネルでは皆さんにご報告させていただきたいと思いますのでぜひご覧いただければと思いますそれではチャンネル登録お願いします